はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第110回でございます。で、今回のテーマは、他人と比べて得るものは優しくないです。で、サブテーマはありません。で、左下に書いてあるように、一番最後にちょっとイベントの話がありますので、もしよかったらちょっとね、決定事項じゃないんですけど、こういうのやりますよっていう、ちょっとまあ事前の告知ですね、をさせてもらいますので、もしよかったらそちらも聞いてみてください。では、行きましょう。で、今回は、もらった相談に答えるっていう意味も含めてるんですけど、単純に自分が話したいこと、ちょっと自分の思いも含めつつ、で、まあ、質問に答えつつといった感じで、まあ、受験生向けにはまたなってしまうんですけども、もしよかったら、いろんな方に多少は何かしらこう響くこともあるかなと思いますので、まあ、ちょっとね、久しぶりに自分のことも話すからさ、もしよかったら聞いてみてください。で、そのタイトル、テーマですね、今回書いた他人と比べて得るものは優しくないっていう言葉なんですけど、これですね、自分が10代後半の時かな、20歳ぐらいだったかな、まあ20歳前後の時にですね、自分で作った言葉と言ったらちょっとね、おこがましくなりますけど、こう、なんだろう、紙に筆ペンで書いて、すごいそれから自分で大切にしてる言葉でね、この言葉。そうで、これはよく、まあ、塾講師やってる時とかも生徒に言ったりしててね、こう他人と比べて得るもの、つまりもらえるものってのは優しくないんだよっていうのをよく言ってる。で、なんで今回これを書いて、そしてこの話をしようかと思ったかというと、でやっぱり今ね、受験生からたくさん今相談やら、あとまあ問題教えてくださいとかいうね、まあ、相談もありますけど、こう精神的な気持ちの面での相談っていうのがやっぱりいっぱいもらっててね。で、その中で多いのがやっぱりこう伸び悩んでる子、うん、まあ勉強しても伸びないならまだしも下がってると、そう。でしかもやっぱりみんな書くんだよね。周りが伸びてるって。で周りが伸びてるのに自分が伸びてないね、もう言ってしまえば下がってると、もうダメですかねって、いう相談を今たくさんもらってるのね。でそれもあったし、で今自分の、まあ、気持ちの面でそういうふうに思ってることもあるから、まあそれがちょうどリンクするんで。今回ね、これを話そうと思ってテーマにさせてもらいました。で、まあそのまず言葉の意味、テーマにね、書いてる他人と比べて得るものは優しくないと、これの意味なんですけど、俺が思ってる意味は、まあ人と比べるじゃないですか。で、比べるときに2つの比べ方があって、もちろん比べるのは絶対悪いわけじゃないんだよ。悪いわけじゃないんだけど、こう、まあ、俺基本的に中高生、まあ中学生メインだったけど、まあ、中高生の子たちの受験指導をしてる中で、そういう子たちが他人と比べてもらえるものって本当良くないんだよね。優しくないというか。で例えば、下の子を見ます。自分より。自分できないやつ。ダメなやつ。まあ言ってしまえばちょっとバカなやつって言い方をしたらちょっと悪いけどね。で、やつを口を出すと、それって油断になるんだよね。結構、まああんまりこう、勉強がね、やりたくねえ、好きじゃねえって、もう受験から逃げてめんどくせえとかいうタイプの子たちの中で、でもさ先生ってあいつさ俺よりはこんだけ悪いんだよってあいついるから俺浮かんじゃねえみたいな話を普通にしてくるわけだよ。でそれっていうのは自分より下の人間と比べて得るものってのは油断だよね。そう安心感でしょ。それはいらん安心感だよね。しかもねいい意味の安心感ではない。そう自分の能力をマイナスにさせていく安心感だと思うから優しくないっていう表現を自分はしますけどまあ良くないよね。もらわない方がいい。できれば下は見ない方がいい絶対に。でも確かに今相談ね自分に来る相談に関しては逆だよね。上の人を見る。自分よりあの人の方が伸びてる。どんどん成績が良くなっていく。そうで自分は置いてかれていくと。だから上の人間ねを見て比べてもらえるものっていうのはまあねこう実感あるとは思いますけどへこむとかそうそうそうまあこう寂しさもそうでしょうけどまあ虚しさとか。でも虚無感だよね。やっても意味ねえじゃんっていう。モチベーションガタ落ちするんだよね、それって。受験の時。特に頑張ってる時って。やっぱり受験、特に、まあ中学受験、小学受験をしたことない子っていうのは基本的に高校受験が初めてでしょ。俺もそうだったし。高校受験初めてだったけど、受験ってものが。やっぱり今までやったことないぐらい勉強するんだよね。いや、こんなに頑張ったことないって。で、こんなことが、こんなに頑張ったことないって、それが夏休み前なのか、まあ、夏休み中、夏休み後わからないけど、1、2ヶ月経った。やったって。私頑張ったよって。俺やったぜ、こんなにって。
そういう時に限って伸びないんだよね。模試が。偏差値が伸びない。で、成績も伸びないとか。そういう状況に陥るのね。で、そういった相談が多分今多いんだと思う。時期的に。ちょうど10月でしょ。ね、夏休みから始めた子、夏休み前から始めた子もいるだろうけど、やっぱり1、2、3ヶ月ぐらい。本気のスイッチが入ってから経った頃だもんね。成果が欲しいよね、この時期は。そう。ただ、結論から言うと、まだ出ない。でもこれは、出ること出ない子がいる。やっぱり、まあ、子供たちの中でも、タイプってのは大きく分かれていて、先にグイって伸びてから伸び悩む子と、最初に伸びなくて、後からグイって伸びる子がいる。そう、そういうタイプに分かれるんだけど。で、やっぱりそういう悩みを持つ子っていうのは最初に伸び悩む子なんだよね。本気になって、まあ、2、3ヶ月経っても伸びない最初。でも、これは前もちょっと話したかもしれないけど、ぜひね、この言葉を信じてほしいなと思うことがあって、そういう子たち、やっても伸びねえって思う。今ね、苦しんでる子。それ、あと数ヶ月頑張ってみ。今折れちゃダメ。折れずに頑張ってみ。いつか爆発するとき来るから。爆発ってのはいい意味で上がるってことね、成績が。ぐいっと来るから。あれって。できるみたいな。来るんだって。ただ、それが受験までに間に合うかどうかは分からない、その保証は。そう。もちろんね、自分は神様ではないから、普通の一般人のおっさんだからそうだの。そう、そこまでは予言はできないけど、そういった変化、本当に爆発的に変わる瞬間をたくさん見てきたから、これまで。そう。だから、今回ね、そういったもん相談、もちろん返せる子には返してるんだけど、実際ね。でもやっぱ全員には返せないんで、あえてね、ここで、口に出して喋らせてもらいました。なので、他人と比べることをへこむ子もいるの。私って、なんか周りと比べてばっかなんですって。分かってるんです、比べちゃいけないのは。って言われるんだよ。そうじゃないんだって。比べるって。人だもん。気になるって、周りが。これは、相当強靭なハートがないと、強いハート、心がなければ、いや、自分しっかりやってて大丈夫です。いや、もう本当、相当トップアスリートだよね、そこまでいくと。ね、聞いてくれてるみんなはまだね、高校受験だったら14歳、15歳、大学受験でも17、18歳でしょ、みんな。もちろんね、違う年代もいるだろうけどさ、そんなハートまだ身につけらんないって。俺30のおっさんで、俺でさえ身につけてないんだから。他人と比べるんだから。そう。で、さっきね、ちょっと最初に自分の話をちょっとするって言いましたけど、俺ね、今、こういうなんだ、YouTuber でこう動画を上げてるじゃないですか。勉強チャンネルで今ね、こう上げてますけど、中学の5教科全部上げてるんで、結構ね、何でもできるんですねとか、勉強、頭いいんですねって、コメント欄に書いていただくこと多いんですけど、恥ずかしい話、多分、みんなの学校の先生の方が全然頭いい、俺より。おそらく。うん。俺、もともと頭良くないんで、そんなに。もちろん、こんな話をするべきじゃないのかもしれない。でも、あえて今回は、そうやって悩んでる子が多い時期なので、俺も同じようなちょっと悩みを持ってたんだよって。YouTube を始めてからね。始めてから。で、どういう悩みかっていうと、例えば、じゃあ、みんなが知ってる先生、テレビで活躍してる先生がいいかな。一番有名だったらやっぱりあれかな、今でしょうの林先生とか。で、あとは、自分は好きな、林先生も好きなんですけど、あとはビリギャルですね、ビリギャルの著者の、坪田先生とかもいらっしゃる、テレビね、活躍されてますけど、例えばお二方は、ものすごい頭がいいの。もう、俺とはもう次元が違うぐらいに。ちょっとね、今、記憶違いでだったら申し訳ないんですけど、多分、林先生、東大ね、出身の方で、で、坪先生、多分、トイック満点じゃなかったっけな、確か。多分、ごめん、違ったら申し訳ないんですけど。とかいう、もう、俺はもう全然、本当に足元に及ばない。本当に。同じ横に並ぶこともできないくらい。そう。もともと全然頭が良くないし、前ちょっと話しましたけど、大学受験するときに、大学偏差値が多分60ちょっと必要だったのかな、62、3、まあ、一応国立行ってるので、これでもそうで必要で、でも2、3そんなないかな、わかんないけど、でも偏差値がね20近く足んなかったんだよ。普通に偏差値30いくつとか取ってたから、そう、申し入れ購入の時にね、そう、定期テストだけ取ってればいいやみたいな人間だからさ、そうそうそう、全然頭が良くない。で、今なんで取れるかって、動画ね、こうやって5教科も取れるかっていうと、もちろん高校数学は専門な、いや数学専門なんで自分。一番の専門は小学校なんですけど。
だからまあね、それでも勉強し直すんだよ。そう、毎日もう数時間で勉強してるから、動画撮るためにね。そうそうそう、だからそれをしないと撮れないんだよ。きっと優秀な先生、頭がいい先生っていうのは撮れるんだって。アドリブで普通にいけるんだよ。 だからそういったことを考えた時に、まあちょっと YouTuber でね、こう教育関係の YouTuber の方で頭いい方っていらっしゃるんで、たくさん自分より本当に頭がいい方って多々いらっしゃる。でそれを考えた時に、他人と比べるんだよね、自分が比べた時に、一時期ね、自分やってても意味ないんじゃないかって思った時期もあったの、実は。このもう3年やってるんでね、この活動3年以上やってるからさ、やっぱりいろんな悩みは持ってきたわけだよ。そう、他人と比べてね。でも今行き着いたところ、もちろんこれは勉強、受験に悩んでる、受験勉強で悩んでることはね、悩んでる子たちに、納得してもらえる、なんだ、結論ではないけどね、元が違うからさ。でも自分にしかできないことってあるんじゃねえかなって俺は思ってて、今この立場で。頭は良くないよ、もちろん頭は良くない。でも教え方とか喋り方とか、板書の字のね、綺麗さとか書き方とか、そういったところで頑張れば勝負できんじゃないかなと思って努力してきたの。板書の綺麗さもそうだし、文字の書き方、喋り方、間の取り方とか、本当に頑張った、そこに関してはこの3年で。今ね、やっとあともうちょっとで10万人に登録者が行くんですけど、そうやってたくさんの方に見てもらえるようになったから、もちろん本当にまだまだなの。相変わらず頭良くないしね。良くないんだけど、でも、みんながこう、こういうらしいだよ、これ。みんながこうやってついてきてくれたからさ、間違ってはなかったかなとは思う。振り返った時に。こうやって3年がむしゃらにやって、もがいてきたけどさ。そうそうそう。だから、自分も他人と比べてたくさんへこんだし、で、へこむたびに、この言葉を思い出すの。違うって。他人と比べて、得るものは優しくないんだって、自分は自分だって、できることなんだ俺はって、たくさん考えてきたもん、ここまで。もちろんそれをみんなに押し付けるつもりはないけども、でも人と比べて、他人と比べて得るものって優しくない。特に受験期、受験の時はね、自分は自分なんだって。でも比べちゃう自分にへこむことはない。比べるから人間は、比べたくなるんだって、安心感欲しいんだって。自分よりできない人間見て安心したい。ね。で、自分より上の人を見てへこむと。比べてしまうんだけど。でも、そこで、モチベーションを持ってかれるのは違うと思うんだよ。それは損な話だから。なので、ね、具体的なアドバイスはできてないんですけど、自分のペースを大事にして、そう。まあ、前にね、こう、第100回の時かな、計画の立て方とかも話しましたけど、ダラダラジオでね。自分がこうやってやっていくんだ、志望校までこれをやっていくんだって、ペースを決めてやっていく。でもちろん勉強でね、勉強のやり方が合ってるか分かんないですって質問多々いただくんだけど、それに関してはもう自分で個別指導で教えてた人間なので、その子を具体的にちゃんと見なきゃ嫌なの。それはアドバイスはできない、さすがに。その子その子で勉強の仕方って違うから、基本的に。もちろん暗記はこうやった方がいいよとか、そういうのはあるけどね、ざっくりなら言えるけど。そう、それはみんなの周りにね、実際いらっしゃる塾の先生、学校の先生、まあ信頼できる先生がいないって場合もあるかもしれないけど、相談してみたらいいと思います。自分も返せる分は返しますけど、ね、いつも言ってるように、ちょっと全部はね、もう返せないので、立場上。そう、っていうふうに思ってる。本当にいつも言うけど、苦しい時期なので、こっから。どんどん苦しくなる、受験生。でも苦しい時期だからこそ、そこをもがいて、で、立ち向かって、で、受験が終わった時、一番はね、語学発表で語学の数字をね、見たときに、終わったって、頑張ってよかったって、みんなが自分自身に言えてくれたらなと、心から思ってます。俺も、今こう3年振り返って、あの時すげえ苦しかったけど、いっぱいあったけど苦しい時期。やってきてよかった、頑張ってきてよかったって思うもん。そう。でもきっとまた苦しくなる。きっとね。でもそれも乗り切って、そのとっつき日が経った後、に振り返った時に笑えるように、俺も頑張るから。みんなと立場は違うけどね。だからぜひ一緒に頑張っていけたらと思ってます。っていうのを話したくて、今回このテーマにさせてもらいました。で、最後にね、イベントの話なんですけど、今年ですね、
YouTube チャンネル登録者10万人。これが2015年の目標の一つでした。で、去年は、2014年は YouTube チャンネル登録者が3万人が目標だったんです。で、それも10月ぐらいに達成することができて、で、イベントをやったんですよ。これ本当個人イベントなんですけど、全国のみんなに、日頃のありがとう、感謝を言うために俺が会いに行くっていう企画をやらせてもらいました。で、それが去年の11月22、いい夫婦の日かな？にやらせてもらったんですけど、今年も10万人ね、あと4000人ぐらいで多分いけると思うので、多分達成できるから、同じイベントを、ちょっとね、それ以外のイベントもと思ったんですが、ひとまず、会いに行って、実際にね、みんなのところに会いに行って、ありがとうを言いに行くという企画をやらせていただきます。で、日時なんですけど、まだこれ決定じゃないです。最初も言ったように、詳しいことまだ決まってないんですけど、一応、あと3連休が11月しかないんですよね。12月、冬休みでもいいかなと思ったんですけど、冬休みだとね、多分冬季講習とかね、あると思うので、時間取りにくいかなと思うから、で、11月に3連休がね、そのいい夫婦の日にあるんですよ。ちょっと待ってね、携帯見ていい？11月の21、22、23、土、日、月、これが3連休になってる。で、去年1泊2日で回ったんですけど、で、今年2泊3日、か、どうしようかな。まあ、あと、応募に来た数と、その通るルートにもね、よるんであれなんだけど、まあ、2泊わからないんですが、今年も、多分その時にやる。ちょっと、日時はまだ決まってないんでね、近いうちにダラダラジオとか、まあ、ツイッターで発表しようとは思いますけど、やろうと思っておりますので、もしよかったら、はい、ご参加というか、もちろん去年もね、去年の段階でも、実際何人だ？お母さんとね、お子さんとかって家族で会いに来てくれた方もいらっしゃったんで、7組かな？実際会ったのが7か8ぐらい。で、倍率的には10倍ぐらい。まあ、10人に、10組に1人ぐらいの倍率で選ばせてもらったんですが、今年も、まあ、多分抽選になります、きっと。これで応募来なかったら寂しいですけど。なので、まだね、具体的には言えないんですが、近いうちに、もうね、10月、今日が 18かなだよね。18なので、ちょっとね、あと1ヶ月しかないから、早めに告知をできるようにしますので、まだ応募とかしないでください。メールで一応応募するんですが、応募をかけるんですが、一応来週のダラダラジオか、遅くても再来週には発表できるようにしようと思っておりますので、あ、そんなこともやるんだね、ぐらいに、ちょっと覚えておいてもらえたら嬉しく思います。では、ちょっとね、長くなっちゃいましたが、今回もね、ここまでご視聴いただきじゃねえや。違う、締め方が違った。今回は、ハイチのダラダラジオ第110回、他人と比べて得るものは優しくないというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回は、そのメインテーマ、ちょっとまあ決まってないですけど、何か喋って、で、もしかしたら、イベントの告知だけだったら、もうイベントの告知だけします。ちょっとしっかりしなきゃいけないので、そこに関しては。そう。になるかもしれないんですが、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。